こんにちは、高橋です。今日は Google Analytics について少し、お話をしていきたいんですけれど、ホームページを使って、アクセス数を増やして問い合わせを上げるとか、注文の数を増やしたいとか、皆さんいろいろな思いが、あると思うんですけれど、インターネットマーケティングする上で絶対必要なのはやっぱりこれですね。 Google Analytics、Google さんが無料で提供してくれている分析ツールなんですね。これ見るとこういうようなこうグラフですね。今何パーセントでどの方のとか、日々のデイリーのアクセス数がこんな風になってるのが見えてきたりとか、あとキーワードでどういう、キーワードから、ホームページの中に、入ってきてくれてるのだとか、世界中の、世界中もそうだし、日本どういうところのどこのエリアの男の人なのか男性の人なのか、間違った、男の人なのか女性なのか、あと年齢別だとか、いろんなことがこれを使うことによってむき出しに分かってきます。あと大切なのはこれですね。どの SNS から入ってきてたりするのかとか、もうとにかく分からないことがないぐらいいろんなことが分かるようになってきます。これすごいです。そもそも使っていない会社さんとかも、多すぎると思います。インターネットを使って、マーケティングをしていきたいのであれば、もう絶対必須ですね。これを必ずつけてですね、分析ができる状況を作ってください。で、あともう一個、アナリティクスっていうのはこれ有名なんですけれど、もう一個ね、大切なのがサーチコンソール。サーチコンソール、Google サーチコンソールって言います。数ヶ月前までは Web マスターツールとかって言いました。Web マスターツール、名前がどんどん変わっていったりすると分かんなくなっていっちゃうんですけれど、この Web マスターツールっていうのがこのサーチコンソールっていうものに今名前が変わっています。で、これは何かっていうと、さっきの分析ツールとはまたちょっと違うんです。 Google と、あなたの会社のホームページをホットラインにつなぐような状態、これは出来上がってきます。そうすると、悪いバックリンクがついてたり、ホームページの中がおかしいよってなると、Google がですね、お知らせが来るような状況になってきます。で、これと連携させると、そもそも Google がパトロール、あなたの会社のサイトの、サイトにですね、ぐるぐる回ってきてくれやすい環境が出来上がってるんですね。だからもうこれも絶対に必須です。必須なのにほとんどの会社さんがやってない。非常にもったいない。これを登録して、そしてこれで分析をする。もうこれも絶対ですね。これやってなかったら無理です。インターネットで集客して、収益を上げようとか、そういうのっていうのはまず無理だと思います。ですからGoogle で検索していただければもうすぐ出てくるし、登録自体はそんなに難しくないので、これすぐやってみた方がいいですよ。絶対にいいことあると思います。で、いろんなことを試して、ブログ書くでもそうだし、 SNS 連携させるでもいいし、ページを増やすでもいいし、あと広告を出稿するでもいいし、とにかくいろんなことを実行、アクションを起こせるわけじゃないですか。そしたらですね、こっちで常に効果検証するんです。効果検証してほしいんです。ほったらかしじゃなくて、これをやってみたらこうなっていきました。それを逐一チェックしながら、効果が出てるのか効果が出てないのかっていうのを見極める力が必要です。何が良くて何が悪いのかっていう。で、見極めていただいて、悪いのであればすぐにその実施している広告だったり、そのやったことっていうのはやめた方がいいです。そして次のことを新しいことに変えていった方がいいです。そういうことを日々改善させていくんですよね。そうするといい方向に必ず向かっていきますから。だってこういうデータ根拠をベースに客観的事実を背景にやっていくわけですから、ここができる会社とできない会社っていうところですごく大きく分かれてくると思います。ということで、今日は Google Analytics と、Google サーチコンソールというところについて少し解説をさせていただきました。ご参考にしていただければ嬉しいです。ありがとうございます。